透明石鹸の作り方です。これが出来上がり品なんですけど、まあ、完璧に透明ってほどではないんですけど、実際にはあの本当にクリアですね。ガラスみたいなの作ることができるんですけど、あの、まあ、泡立ちの問題ですとか、あの硬さの問題とかがあって、実験ではまあこの程度のものができればいいなということで、そういったものを紹介したいと思います。これちょっと沸騰石が残ってますけどね、一応これでも裏側がこう透き通って見えたりするので、こう透明感は感じられるんですけどね、はい、ちょっと材料が結構ちょっと大変で、すでにこちらですね、油脂ですね、牛の油、牛脂と、ココナッツオイル、ヤシ油と、それからヒマシ油ですね。もうすでに3つともこれ測って、あのこのビーカーの中に入ってるんですけど、特にココナッツオイルですね、ヤシ油と牛の油は常温では固まってることが多いので、一旦溶かして、溶かした状態でこう測るんですけど、この量が結構微妙なので、こう今キャップを外してですね、こう温度計をガラス棒代わりに使って、このまま直接溶かしたものを電子顕微で測るというやり方をした方が、まあ、あの余計なガラス棒を使ってこう洗浄とか大変にならないので楽になるので、こういうやり方をします。これで今3つ油脂が入りました、ね、でここにエタノールを、無水エタノールですね、エタノールを入れます。この量も決まっているので、あのエタノール自身は油脂とアルカリの反応を、まあ、滑らかにするっていう意味と、あと透明化剤の役割を果たすので、結構あの量については結構微妙って言いますか、ちゃんと測った方がいいということですね、はい、少しこれで温めて溶かして、そんなグツグツやるわけじゃないんですけど、あの滑らかにこう反応させるんですけど、跳ね方とかですかね、一応油なので沸騰石を入れておくと滑らかに反応が進むということで、今3粒ぐらい入れました、ね、温度も結構微妙で70度ぐらいをちょっと超えるぐらい、それ以上あんまりこう加熱しないように、よく熱をコントロールします。ごく弱火にしておいて、温度計でかき混ぜながらですね、ここにアルカリを投入します。水酸化ナトリウムを入れるんですけど、ちょっと火が強すかね、すぐに油でグツグツこう温まってきちゃうんですけども、ね、すぐに温度上がっちゃうんですよね。で水酸化ナトリウムもちょっとずつ加えていくと、すぐ温度上がってっちゃうので、少しずつ加えていくと、かき混ぜながらですね、水酸化ナトリウムちょっと今入れたんですけど、下の方にこう、水酸化ナトリウム層ですね、こう海面が見えてくるんですけど、下の方が水槽になります。上の方が油の層になりますね。こう見ていきますね。ちょっと海面を見てもらう関係で、水酸化ナトリウムちょっと急いで入れちゃいますけど、本当はもうちょっと少しずつ加えながら、この温度を見ながらですね、少しずつ加えてゆっくり反応させるのがいいと思います。今全部入れちゃいますね。説明書全部入れちゃいましたけども、こう上の方と2層に海面が見えると思うんですけど、上の方がこのいわゆる油脂ですね、牛の油とかヒマシ油とかココナッツオイルですね。で下が水の層になります。アルカリを含んだ水の層になりますね。今まだ60度いってないんですけど、
これをかき混ぜながらですね、エタノールが入っているので、お互いをこう混ぜ合わせる効果が少し期待できるんですけど、少しこう黄ばんでくるって言いますかね、今65度ぐらいまで上がりました。透析のところにちょっと注目してもらうと、こうグツグツ透析を入れた方がいい理由が分かると思うんですね。これグツ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 、ここで気泡ができてますけど、ね、海面が見えると思うんですけど、上から見ると油の層がの厚さがちゃんと観察できます。でこの300のビーカー今使ってるんですけど、こう加熱していくとこのエタノールがですね、これ揮発してまた冷やされてこう戻ってくるのが観察できます。うん、あんまり時間かけすぎると、あの水蒸気出すぎちゃって、この微妙なこう濃度のバランスがこう変わっちゃったりなんかするので、今ちょっと温度上がっちゃいましたね。今それでも75度ぐらいですね。温度上がっちゃったかな、行き過ぎちゃったかなと思った場合は、一旦ちょっとコンロから一回外すとかね、して温度コントロールするといいと思います、ね、海面が見えますね、はっきりね、海面が見えてると思います。ここですね、この油の層と、この海面が油の層とこの水の層ですね、これがだん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 こう水の層が上がってきて、まあ、そこに石鹸が溶け込むんですけど、この油がだんだん材料であるですね、油がだんだん減ってって、この上の層がだんだんこう、薄くなっていくと。反応を進めるためにちょっと乱暴ですけど、かき混ぜ、こぼれない程度にですね、かき混ぜます。観察する意味ではね、ちょっとあんまかき混ぜすぎちゃうと分かりにくいんですけども、まあ、なんとかあの海面が上がってくるのが分かります、はい、今こうかき混ぜただけでだいぶ反応が進んだみたいで、上の油の層がほとんど、まあ、ほとんどといいますか、かなり、はい、ほぼ海面が見えなくなって、反応がほぼ終了、完了したような感じがしますね。で上の方にこの泡があるんですけど、泡を避けてみると油脂の層はないようなので、これでほとんど OK だと思います。これ一回火を止めます。はい、あとはこのタイミング、この、反応が終わったタイミングで透明化剤ですね、グラニュー糖と、それからグリセリンですね、投入します。
石鹸が固まってくるときに、この水分をこのいい具合にこう取り込んで、石鹸の大きな結晶ができる、そういう役割を果たすそうです。はい、じゃあ、あとはこれを、入れ物ですね。プラカップと紙コップです。別にプラカップだけでもいいんですけど、ちょっと理由がありまして、あんまり熱いと溶けちゃったりする、ひまがっちゃったりするんですけど、このプラカップを用いるのは、透明だなっていうのが分かるという、そういう意味で使います。で、紙コップの方は、両方とも紙コップでもどっちでもいいんですけど、実はこれ、水酸化ナトリウムの割合がですね、ちょっと少なく調整されていて、油がちょっと多めに入ってるんですね。そうすると、石鹸としてはこうなんていうんですか、しっとりとしたですね、ちょっと油が残るっていうね、ちょっと専門的な石鹸の製造では、ディスカウントっていうらしいんですけど、それが残っていて結構こう汗かいた感じになるので、紙コップ使うと取り出した時にいい感じでその汗になった部分を吸収してくれるので、ただ単にこう石鹸作りたいっていう場合は紙コップの方が向いてるかもしれません、ね、あとはこれを、冷えて固まるまで、ね、このまま放置しておくと。で、丸1日経ちました。昨日作業が終わった後は透明だったんですけど、だいぶちょっと濁っちゃいましたね。昨日作ったばっかりの時は透明だったんですけど、若干濁ってしまいました。プラカップは取り出しづらいので、ちょっと傷をつけたりなんかしないといけないんですけど、ちょっと柔らかいんですね。こんな感じですね。透明感あるにはあるんですけど、完璧にこう本当に透き通ってる感じではないんですけど、実験としては、こんな出来かなっていう感じです。で、こちら紙コップの方はね、紙の部分に余分な油とかが くっついてて、ちょっと吸収してくれるってこともあるんだと思うんです。あと、取り出しやすいので、紙コップなんでね、透明度が見えないっていうのはあるんですけど、扱いは非常に楽です。なお、さっきこっち洗ってきた方なんですけども、この泡の部分を少しナイフで削って、改めてお湯で洗い直してきたんですけど、石鹸としてはちょっと柔らかいかなって気がするんですけど、ちょっとこう固め形を整えてですね、透明感という意味では、ギリ裏側の模様文字が見えるかなっていう程度ですね。もうちょっとグリセリンとかを使うと綺麗にクリアになるんでしょうけど、実験としてはこんな感じですね。いろいろ油の配合ですとかアルカリの度合いとかによって硬さとか透明度に差があるものができます。